楽しかったこととかなんかいっぱいあるんですけど、なんかこれが楽しかったとかそういうんじゃなくて、なんか1年間ずっと辛かったことも全部含めて、なんか本当に毎日毎日が濃くって、例えばその毎日やっぱり違う言語の中で過ごすわけですし、毎日普段私が十何年間も過ごしてきた生活とは違うような生活スタイルで日々を送るから、失敗とかもあるけど、私失敗するのすごく嫌いなんですけど、なんか失敗がそんなに億劫にならなくなったし、なんか本当に毎日がすごく濃くて充実してる日々だったので、特にこれがっていうんじゃなくて本当丸々10ヶ月間全部です。